ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。どのモードをプレイするのだ。よし、さあ旅に出かけるとしよう。黄金の風、2001年のイタリア。ディオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。ギャング組織パッショーネに入団した彼は、正義を貫くため組織に反旗を翻した。そして何人もの仲間を失いながらも、ギャングのボスディアボロを激しい戦いの末に打ち砕いたのだ。ここはコロッセオだな。俺はあちこちを放浪してきたからわかる。間違いねえ、ここはイタリアのコロッセオだぜ。エジプトからイタリアまで一瞬で移動したってのか。場所だけじゃねえ、時代も変わってるはずだ。おい、ジジイたちはどこだ。俺たちとは違う場所に出ちまったみたいだな。何？大勢で光の日々に入ると、とは言ってもだ、そんなに離れた場所じゃねえ。すぐ近く、そこら辺にいるはずだ。コロッセオを回って他の連中を見つけようぜ。ああそうだ、一つ言っとく。遺体は異変を鎮めるたびに共鳴しやすくなっていく。もし異変に囚われてるやつと出くわしたら、俺がやったみてえにあんたの持ってる遺体でどんどん解放してやりな。聖なる遺体の導きに従って行動すること。やれやれだぜ。そういうことは早く言いな。あれは私たちなのね。あたしたちなのね。勝ったのは。ブチャラティも魂は戻ったが、肉体は負傷している。コロッセオで俺たちがどうなったか気持ちが似たってるはずだ。行くぞジョルノ、ブチャラティを治療して故郷。ああ行こう。今行くよ。ミスター、トリッシュ、どこだ。いない。さっきまでここにいたのに。ブチャラティ、無事だったのか。あんたの魂は空に登っていったとばかり。ミスタとトリッシュは拘束させてもらった。
俺のジッパーでな。そしてジョルノ、お前が死ねば何の問題もなくなる。スティッキーフィンガー。今ゴールドエクスペリエンスで触れて分かった。ほとばしるような生命エネルギーを感じた。理由は分からないが別人だ。このブチャラティは今までのブチャラティではない。あのお方に届きうる能力を持つ者は消す。あのお方だって何のことだ。やれやれ。どうやら異変ってやつが。誰だ。観光客か。引っ込んでろ。怪我したくなけりゃな。一般人は知らなくていい世界がある。ほう、どんな世界だ。ぜ警告はしたぜ。敵あんたもスタンド使い、しかも強い。スティッキーフィンガーズより早く殴るなんて。貴様、貴様もスタンド使いか。そのパワーとスピード、まともにやり合うのは危険だな。ここは二人に任せるとするか。二人？ブチャラティ！消えた？逃げられたか？あれは、まさか、ナランチャのエアロスミス！まで覚悟してもらおう、ジョルノ。二人でやんのかよ、フーゴ。エアロスミスとパープルヘイズでよ。おい、おめえもスタンド使いだろ。手貸しな。あいつらを元に戻してやる。はい、わかる。空城丈太郎だ。名前を聞いておこうか。ジョルノ・ジョバーナです。すぐ楽にしてやる、僕のウイルスで。お前ら蜂の巣だぜ。オープンだゲーム。クソ、これでエアロスミス
無理やがれ。お願いします。行くぜ。なかなかやるじゃねえか。なんてスタンドだ。圧倒的なパワーと超精密な動き、2つの特性を兼ね備えてる。強すぎる。こんな奴がいるなんて。近寄られるのはまずい。離れて体勢を立て直さなくては。待ってください、フーゴ。消えた。逃げられたか。だが一人は捕まえたぜ。あれジョルノ。ナランチャ、僕が分かりますか。俺どうしてたんだっけ。ジョータロー。
どうした？何があった？異変ってやつに出くわしたところだ。これは逃げていった二人を追跡しろってことか。ジジイ、家教員、こいつを見ていてくれ。俺たちはこの光の中に入って逃げた奴らを追う。いいな。これでブチャラティたちを追うことができるのですか。わかりました。行きましょう。ここはネアポリス駅だ。コロッセオからネアポリス駅へ移動したのか。この場所のどこかに奴らがいるはずだ。さっさと探すぜ。